前髪をどうしようか悩んでる。公演の時に邪魔やから、公演っていうかリハの時に邪魔やから、上げるか下ろすかっていうか、降りるんかな。これおはようございます。一回下ろしてみようかな。おはようございます。公園アンジュみたいにかっこいいたくちゃん期待しとくわ。そんな急に急にバチバチ踊れたら怖いでしょ。今まで何やったねんってなるけど、ポンギーさんギフトありがとうございます。なる兄さんギフトありがとうございます。もう一回やろう。
邪魔やな。お疲れ様です。邪魔やな。なんか私の前髪めっちゃ短い毛がぴょんぴょん、短いちゃう、長い毛がぴょんぴょん出てくるんですよ。切っても切っても出てくるんです。メイクさんとかが切ってくれて、あれまた出てくるみたいな。すごい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 、映ってる？映らんか。すごい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 、やば、写真撮りたい。すげえ。1万円のライダーカードなくした、えぐ、やばすぎ。それは泣くわ。いやでもね、1万円のお金をそういうのにまとめといたらなくなりやすいんだよっていう教訓。他人事ものすごく他人事。爪がさ、痛いね。乾燥してるんよ。でも大体乾燥するのってさ、冬じゃない。冬は行けてんのに夏なるっていう。夏ってほどでもないけど。香港さんギフトありがとうございます。ちょっと痛いのでここだけのとこ。前髪切りたいよね。前髪切りたいけど長いうちにアレンジもしたいよね。さ、前髪短くってもさ、アレンジはできるけどさ、前髪長なってもうたらさ、前髪作られへんやん。だからね、なんだよね。そう、仕上げ、仕上げ、仕上げ止め、紫外線も強いから日焼け止め混ざって紫外線で。前髪がさ、の形がさ、左に寄ってるからさ、直したいと思ってる。何の話？
左に打ってる。なんか左右非対称やったらめっちゃ気持ち悪くない？この子が気になるな。この子が、この子の量が多いんです。くっとくかな、これだけ手首みたい。ちょっと多いね、こっちの方が。お話し会追加しました。ありがとうございます。いつやろう。明日かな。明日？明日やん。やば。自分で言っててびっくりした。お、あともうちょっとで15分。減りすぎたか。難しいね。まあいいじゃん。よし、読みます。ランキング13位がひでさん、ありがとうございます。12位がせいくんさん、ありがとうございます。11位がよしさん、ありがとうございます。10位がむーちょさん、ありがとうございます。9位がほんこんさん、ありがとうございます。8位がつーようさん、ありがとうございます。7位がさとくんさん、ありがとうございます。6位がポンギンさん、ありがとうございます。5位がなる兄さん、ありがとうございます。じゃあ6位がなる兄さん、ありがとうございます。5位がヤン008さん、ありがとうございます。4位がポンギンさん、ありがとうございます。3位がマチカネフクヒタルさん、ありがとうございます。2位が RC さん、ありがとうございます。1位がゆめゆめさん、ありがとうございます。15分まだかな。おはようございます。むーちょさんギフトありがとうございます。あれ15分まだかな。あ、いけいけいけ。それではさようなら。バイバイ。ほんこさんギフトありがとうございます。バイバイ。